はい。私です。店名ありますが。はい。これはチャイナのね、洪水。ほう。台風5号の余波でものすごい洪水になってて、で紫禁城600年水没したことがなかった紫禁城がですね、なんと水没してしまったと。あの紫禁城がラストエンペラーでね、テレレレレレドーン。今のはセンメリの曲じゃないですか。あ、間違えた。同じ坂本龍一ですけど、ドーンみたいな感じであの紫禁城が600年ぶりに水没。でチャイナではね、都市伝説というか言い伝えがあって、徳の低い人が皇帝になると天がお怒りになってですね、災害を起こすと。ということで、習近平君の徳がやっぱ低いんじゃないかと。おい習近平、お前徳低いんじゃないか、ということなんですが、古代からそういう言い伝えがありますからね。なんで災害が起きてると。で、君主に徳が低いと。そうです。で、今台風6号がですね、北朝鮮経由で北京に今吸い込まれるように向かっているので、ああこれ天を怒らせたなと。天は我々を見放したみたいな、八甲田山、北京が八甲田山になる日みたいなね。沖縄からこうずっと北上して朝鮮半島経由で中国に向かう。今中国向かってますよね。これやばいですよね。大災害が起こるんじゃないかと。まあ、ただですね、今回のこの北京大災害、実は本当にね、習近平の政策ミスっぽいんですよ。なんかね、チャイナの歴代皇帝ってほら治水してなんぼじゃないですか。でも楊春雨とかね、そうですよ。あの頃の時代から古代の治水やったら名君でしょ。でチャイナはこう高度経済成長したんですけど、治水よりもバブルに踊っちゃったんですよね。どっちかっていうと。ド派手なビル、もう高層ビルとかいっぱい建てて有名建築家にね、それこそもうなんかね、あれですよ、安藤忠雄先生とかにねいろいろ頼んですごいの作ったりとかしてますけれども、そればっかりやってて治水全然やらなくて、でさらに言うとね、もともと北京の治水のメカニズムって北京の周りにいろいろ水没地区を作っとくんですよ。で水が増えてきたらそこに流し込んで、でそれで北京に水来ないようにってやってたんですけど、習近平がね肝入りで開発した地域があって、それがその水没地区に開発した新都市なんですよ。でそれ習近平メンツにかけて作っちゃったんで、まあ北京も人口増えてね、郊外開発っていうのが結構盛んになって「おっしゃ!」と「一挙解決だ!」って言ってやったんですけど、その場所はまさにその水没地区だったんですよ。でも習近平メンツにかけて作っちゃったもんだから水没させられなくて「水没はダメだ!」ってやったら、そしたら紫禁城がドボーンということなんで人災です。昔の江戸で言ったら日よけ地にわざわざ屋敷建てちゃって、その通りですね。その瞬間に大火が来たみたいな。そうです。はい。最近ね、東京のハザードマップで江戸川区のこっち側実は水没地帯ですよみたいなの出て、えってなりましたけど、ノリです。そうなんです。水没地区にだからもう大層のもの作っちゃって、でそれがもうだから水没させられないので、結局どうしようってやってたらもう当然水は溢れてくるので、で北京がドッカーンと。不動産バブルとまた別の問題ですよね。別の問題ですね。だからやっぱ得のない人がやっぱ政治をやるとそういうことになるのかなと。天命ですねこれは。天命が変わりつつありますね。液性革命起こるんじゃないですか。と思うんですよね。はい。だ東京でもねそういうハザードマップあるぐらいですから、北京のハザードマップって結構残酷なことになってるんですよ。郊外が全部犠牲になるようになってますから、はい、でそれがだから乱開発によってその犠牲にできなくなっちゃって、しかも政治家のねメンツまで絡んできちゃったんで、まあ面倒くせえことになって、だ今度また6号が行ったらもう一回水没するかもしれないですね。行きゃいいよね。いや600年間で1回も水没したことなかった紫禁城がここ1か月で2回水没したとか言ったら、これもう王朝本当に交代でしょこれ。どう考えてもちょっとね、どういうことになってるか脳裏に映像がね結びにくいんですけど、いや本当ですよ、恐ろしいなと思うんですけどね。はい、じゃあ残ったこちらは須田さんに、今日は須田さんちょっと早めにお時間の都合がございましてご退出なされますので、最後須田さんに。はい、いやもう一つしか残ってないんだからもう。あ、これ誰？これ私ですね。はい。土の行方。あ、じゃあ俺が。カメラさん、あ、土の行方。はい。これ甲子園のことなんですけども、今夏の甲子園真っ最中で始まりましてね、なんか4年ぶりに無事球児が甲子園の土っていうのを持って帰ることが可能になったというか、もう今年4年ぶりにうち持って帰るっていうことが復活しましたよっていうような報道があったんですよ。そんでいろいろね、ベンチで例えば1回戦敗退しちゃった子なんかがこんななって、鬼のような顔してこんななって持って帰ったんですけど、あれ一体何すんのかなと。これずっと昔から疑問だったんですよ。ね、いや別に負けた子たちがね、その思い出とかで、それにしちゃ量がなんか多すぎないかとか、そのふるさと持って帰ってね、で例えばこう土管の埋設工事ですか。いやそういうならまだわかるんですけど、そのね、思い出のお裾分けみたいにその友達とかね、親戚とかに配ったりとか、まあそれでも分かるけど、それでもまだね、その家に保管したりとかってあるのかなと思ってたら、驚いたのはあれ。ヤフオクで売ってるんですよ。高いの？メルカリとかね、ヤフオクで売ってるんですね。いやだからその球児がね、誤解のないようにみんなそうやって銭形的に売ってるとは言いませんよ。どっかから流出したものなんだろうけど、甲子園の土がねメルカリで売られてるの見て、もう倒れそうになりましたね。でもあの土って確か西宮の浜の土なんで、西宮の浜行ってあれば甲子園の土ですよ。そうですか。そういう意味は。親父が西宮出身なんで言ってました。あれ甲子園の浜から取ってきてるっつって。はいはい。わかんないですよ。地元民がそう言ってただけなんで本当かどうかわかんないですけど。でもね、いずれにしてもそのなんかビニールのなんかね入れられて、ここに甲子園の土って書いてあって言われたらその頭から信じるしかないわけじゃないですか。ね、そのちょっと笑っちゃいますよね。なんかそういうね、なんか証明書があるわけじゃないしね。そうですよ。で誰が売ってるのか、青空球児工事とか休日ながらだけじゃないですか本当に。でね、甲子園といえばですね、ここからは完全に余談になっちゃうんですけど、私のすいませんね、私事のような言い方になっちゃいますけど、母校が東京都立の城東高校っていう、城の東と書いて城東高校っていう学校なんですよ。でこれがですね、1999年と2001年と3年間のうちに2度にわたって、実は都立高校としてはですね、雪ヶ谷高校と並んで私の母校だけらしいんですけど、甲子園に行ったことがあるんですよ、野球のね甲子園で。いや大したもんだ。もちろん私は全然関係ないんで、私が卒業した後15、16年後にそのね後輩たちが見事出場して、まあ残念ながらもちろん1回戦で強豪校とぶつかって、負けました。でも行ったことだけでも大したもんじゃないですか。だって都立高校で公式野球部だと珍しいんですよね。そうだね。しかも3年で2度ですからね。すごいですね。だからいや後輩たち大したもんだと思ってたんですよ。大した別にね。そしたら何年か前かに。クイズ甲子園にも出たんです。映ってたんですよ。で、東東京の予選大会でね、言うとね、都立城東高校って、東京都の都、城、東、都、城東って3文字で略されることが多いんですよ。なんで、あ、東城東って見たら、うちの母校頑張ってるなと思ってたんですけど、クイズ甲子園にねって言ったら、開成だ、灘だ、ラサールだって。ね、とんでもないその偏差値の子たちがずらり出てくるような番組じゃないですか。そこにね。文武両道達成したの、いや俺がいた頃はそんな大した進学校でも何でもなかったのに、ね、学校の歴史も浅いし都城と大したもんだなと思ったら、なんか、完熟マンゴーがとかなんかいろんなこと言ってるんですよ、回答してる子たちが。え、完熟マンゴー関係ないだろうと思ったら、当時応答じゃなくて宮崎県の都城東で出てるんですね。そういううち当時応答確かに。全然違う。なるほど。都城東の方がはるかに進学校だった。なるほど。失礼しました。お後がよろしいですね。でもそのうちダンス甲子園でさ、令和新選組作っちゃったりなんかしてね。その歴史知らない子たちがね、今メロリン級でしたからね、もともとね。ね、山本太郎さんは昔メロリン級って言ってたんですよ。そうですね。キュキュキュとかやってましたね。そうです。はい。ね。まあ政治家としての評価はともかく俳優さんとしては素晴らしかったですからね。夜をかけてとかね、あと深作欣二監督のバトルロワイヤルとか。よかったね。よかった。あの映画の山本太郎氏は素晴らしかったですよね。なんでこっちに目覚めちゃったかというと、多分親がそういう関係だったみたいですね。あ、そうだ。親がプロの方だったみたいですよ。それ系のね。どっちかと原発から来たのかな。まあなんかだからああいう芝居とかやる人って左翼多いじゃないですか、基本的にね。やっぱり東日本大震災以降ですもんね。本格的にそっちの方に目覚める。そうですね。いやー、なるほどね。令和もどうなるんだろうな。いやなんかちょっと不気味に支持率上げてるのは立憲民主党の解体過程だと思うんですよね。立憲民主党が解体して一定の割合が令和に流れるんだと思うんですよ。でもこれって結局左翼のいつもの離合集散なんで、またある程度人数増えてきたらまた令和も分裂するのかなみたいな。山本太郎氏の独裁に対する批判というのは令和の支持者の中でもやっぱあるらしいですからね。そうですか。はい、そうそう。それはだから参政党の神谷独裁批判というのがね、参政党の中であって、結構まあ裁判までやってね、結構揉めたりしてますけど。そんなところで。そうですよ。参政党辞めた人が裁判やってますから、騙されたんです。裁判やってるので、あの程度だからちょっとなんですか、とんがりすぎてる党っていうのは、ある程度人数集まったところで、その指導体制とかそういうのに必ず矛盾がまあ出てですね。まあそこがこうまあ攻撃されると、そういうのを乗り越えて大きくなっていかなきゃいけないと。いやいやもう決してねバカにしてるわけじゃ決して絶対ないですけど、その規模というか大きさスケールとしては全然まだ小政党ってイメージありますけどね。まあもちろん揉めるんですよね。ごく小政党。国政ではそうなんだけどまだ一人ですけどね。地方議員結構増えたんですよ。統一地方選挙で。その意味で全体の規模としてっていう。でただあれでしょうね。国民民主党もさっきの話に戻るけども。連立入ったら消えるね。そうですか。大体自民党と連立組んで生き残っている、まあちょっと公明党だけは別格だけども、バックが創価学会だからね。それ以外のところ大体吸収されて、新日本プロレスと同じです。ああなるほど。 UWF もほら新日本と一緒にやったら消えたじゃないですか。ね、そういうことですよね。かつての保守党とかですもんね。この辺りで須田さんがお時間でございます。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ここで、お、こちら。